有限会社風売社は日本の出版社。設立は1963年で愛知県名古屋市に本拠地を置く地方出版社である。出版社団体である NR 出版会、日本出版社協議会に所属する。また、中部大学発行書籍の発売元にもなっている。創業者である稲垣清は1933年愛知県刈谷市に生まれた。 法政大学文学部に入学後、3年時に法学部に転部した。在学中は学生運動が盛んであり、活動に明け暮れた。その後学生者に入社するが、日本読書新聞に転職し、記者として当時の編集長の岩港の下で学んだ。日本読書新聞では同僚に、作家の渡辺慶二や詩人の三北倉がいた。1963年、退社し、 名古屋に移って風媒者を設立した。その後は名古屋を代表する出版社として社会科学書、ノンフィクション、文学を中心に出版活動しているが、近年では終わり地方を題材にしたガイドブックの刊行も目立つ。稲垣は2011年に代表を退き会長に就任した。公認の社長は山口明が務めている。 原編集長は在日韓国人賛成の流飛刺し、のぼるである。出版第一号は、小児麻痺患者の歌人、震藤博、氏、遥かなる日差し、震藤博史歌集であり、短歌関係の出版ものも多い。2003年から2007年にかけて、小木原博之責任編集の短歌バーサスを刊行し、斉藤斉藤、笹井博之、永井優など、 若手家人たちの登場の場となった。ありがとうございます。